合気道は武道の名人上芝盛平先生が我が国古来の各流各派の武術の精髄を取り、それに先生独自の工夫を加えて精神医術両面において現代に即応した武道として戦後発表されたものです。その技法には国宝的秘技といわれる精妙な古武術大東流合気柔術についての研究も大きく取り入れられてあるようです。合気道は一言に申せば剣の利合を体に生かして行う体術であります。投げ技、押さえ技、取り技、決め技など攻防自在のあらゆる技があり、これらの技には打ち手、当て身、逆、蹴りなどもあり、技の威力を絶対のものとします。この武道の最も大きな特色は、技を施す場合に相手と力の競り合いや揉み合いをせず、相手の力に自己の力を忘れるようにし、相手の力を利用して相手を制する仕組みであることです。合気道は準武術の建前を取ってあるので、その稽古の方法はいわゆる試合の形式によらず武術の型の稽古によって行います。立ち技、座り技、前技、後ろ技、都市対都市、都市対武器、武器対武器、一対他というようにあらゆる場合を想定し、いろいろな技を稽古します。そしてその型の一つ一つを稽古して、これを身につけ実際に役立つようにするのであります。合気の基礎を体に作るため、いろいろの基本動作が修練されます。姿勢の取り方、足の踏み方、体のさばき、力の用い方など特に工夫されてあります。押してきた相手の力を利用し、その力を無力化する動作です。この動作は手、足、腰を一線に乗せて、その自己の持てる力を十分に利用するための修練方法であります。これは相手の引く力に合わせて踏み込んで、その力を利用し無力化する動きです。次は初歩的な基本技の訓練に入ります。片手持ち逆押さえ、横面打ち逆押さえ、正面突き小手返し、両手持ち四方投げ、以上のような訓練を経て8ヶ月ぐらい練習を積みますと、次の基本技が相対的にできるようになります。半身半立ち呼吸投げ、顔面突き肘押さえ、これは後ろ技、手首持ち合気投げ、胸持ち手首逆押さえであります。技は全て剣の利合によって組み立てられてあります。したがってその手に剣を取れば、都市の技におけると同じ要領でそのまま合気独特の剣道となり、その威力を発揮します。これは同一の技を最初棒を持って行い、次に棒を置いて都市で行い、この利合を明らかにしたものであります。合気の剣は準武術の建前から打つ場所や突く場所に制限なく、首でも足でもどこでも攻めます。これは真剣による剣の利合であります。この武道には力の競り合いや揉み合いがなく、稽古は激しいものではなく、男女年齢にかかわらず誰にもでき、
また体格の大小、飛力の強弱などもさして関係ありません。この女子護身術は非力の女性でも容易に習得することができ、その場その場の必要により一撃相手を打倒することもできます。また軽く相手を抑えて動かさない威力を発揮することもできます。合気道の技は非常に強い効果を持っています。これはいろいろな技を応用したものです。これらの技の裏には呼吸力の働きがあるからです。この呼吸力の働きがなければ、その技は単なる形だけのものとなり、全然技の効果が出ません。この呼吸力というのは技の修練によって自然に体にできるものです。そして必要によって体のどこにでも発現できる一種の集中統一された力であると言えましょう。技の数は約3000、その裏技、変化の技を合わせると1万を超えましょう。しかしこれらの技がともすれば慣れ合いのように見えるのです。これは技の裏にある呼吸力の存在を知らない人が言うことで、合気道の技法は精妙であります。電光石火の早技は少しの無理もなく極めて自然に行われ、そこには一つの美しいポーズができます。この相手に一矢も触れさせず、自己を少しも損なうことなく、剛柔意のままに相手を制するのが合気道の技の本領でありましょう。